はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチャビットアーやっていきたいと思います。で、今日はね、 N1 リーグ開幕戦です。まあね、まあ開幕戦いつも取んないんだけど、まあ今日はね、まあこいつがね、まあ加入したってことで、ちょっとね、まあ実力を見たいと思います。まあなんといってもこの能力値、まあスタミナには不安があるが、もうその他も申し分なしだね。まあ、バルサミコにね、まあいたらしいんで、まあ多分活躍してくれるでしょう。はい、じゃあそれでは試合に行きたいと思います。スタミナはこんな感じで、はい。で、ちょ、白鳥獲得しなくてもよかったね。ワールドラン獲得するなら。ちょっとこう完全にミスった。で、あと亀山下げて堀にしました。はい。まあ理由としてはちょっと亀山 B が多いかな。はい。まあ、この能力値じゃ多分やっぱ世界じゃやっていけないと思う。で、ポテンシャルも下がってるんで、ちょっと上げるのめんどくさいし。まあ、千尋もそうだけど、まあ、最悪ね、こんなで、ファルザナーとか、最悪センターバックでコンバートっても、もしかしたらあるかもしれない。はい。じゃあ、それでは、試合に行きましょう。相手はエルドラド欧州。36% の確率ってこっちが勝つらしいね。本当かな、でも。まあ、アウェイで 36% は結構もうほぼ勝ちに近いと思う。いや、ワールドな、ちょっと期待だね。ちょっとワールドな、ちょっと見てみようか。金髪でちょっと目立ってね。この黒のユニフォームに金髪は。彦坂持ち上がって、浮きつ、お、スルーパス。こう、くるみが、おぉ、決めました。まあ、さすがだね。まあ一応ね、今のところのこのシャリー FC のエースは、まあ、くるみなんだけど、まあワールドナーはね、能力的には普通にくるみより強いよね。うん、くるみより強いんで、まあ、スタミナ除くだけど、まあ、頑張ってもらいたいかな。で、あとね、ちょっと俺リーグ戦だけじゃ、あのね、いい特訓カードがもらえないとか、ダッシュがもらえない。お、てかワールドナー来たぞ、これ一人で行くか行くか。いや、さすが。さすがすぎる。この男。やっぱ最強だわ。もうね、やっぱ、最初の何？開幕戦で、ワールドな、このシャリー FC で初出場だよ。これでよく、走ったね、てか。真ん中からはもう一人でボール奪って、一人でドリブルして、一人で決めたってもう。いや、素晴らしい。まあまあこのままね、思ってもらえて、まああとギッツとかも、ワールドなんだか前から奪うね。龍崎奪ったけど前にいないね、今回は。ああ、無理やり打った。前、それはしょうがないね。お、パス出して彦坂が決めれないと、決めてもらいたかった。もうあとね、ちゃちゃっと3点目取って、もうエルドラドをしようね。ちょっと諦めさせよう。オーバーヘッド、危ないな。やっぱね、これでね、もう今シーズン多分アジア大会は多分優勝できる。うん。世界に行こう、11年目。ここ通るか？いやー、通らない。走れ。いやー、届かないか。クルミもね、やっぱ S がメンタルだけって見ると、やっぱそんなね、強くないのかもしんない、もしかしたら。てか強くないね。あ、取れるぞ、これ。いや、取れないんかい。やっぱもう、今後もしかしたら、あの、本丸とかがスタメンになるかもしれない。クルミじゃなくて。それかと、ボランチだな。ボランチってか、ミッドフィルダーの選手。堤とか七子が変わって、まあ何、3-4-2-1みたいな感じになるかもしれない。あ、なんか決まったぞ。相手なんか事故ってだね。ラッキー。どんな感じで決まったの今。まあ、ワールド流して取ったこぼれ球がなんかごちゃごちゃして。ちなみにあのね、相手のゴールキーパー、このキキョウ、最強ゴールキーパーだからね、カルチョビットの中で。小松がディフェンダーに入ってる。かわいそう。アサミ？アサミもミッドフィールダーの選手なかったでか。このゲームなんかさ、普通にフォワードの選手をディフェンスに入れるとかなんかあるからさ、ちょっとおかしいよね。コンバートしてこいよ、さすがに。まあもう、この試合はもう勝ったでしょう。まあ、あとはどれだけね、まあ、点取れるかみたいなところだね。4-0。よし。あとね、去年2位だった。筑波も見ようか。
を鹿児島と引き分けてる今のところ。あとそう、今シーズンはどれだけ失点しないかっていうところも重要なんで、そこもちょっと注目していきたいなと思います。もう点は取れるんで、点は取れる選手はいっぱいいる。特にこの浮津彦坂がめちゃくちゃ取ってくれてるんで、このミッドフィルダーにしては。で、ガラドマ、ワルドナも加入して、どうなるかってところだね。まあ、こういうシュートが、ちょっとね、もったいないね。いやー、取るねー。いけるか。打った、無理やり。もう取ったに浮津。お、キッカーはでも浮津にしてあるんだよね。はい。直接あるんじゃないか、これは。いや、相手のナイスキーだったね。さすが、キキョウ。正直ね、うちのこの篠塚じゃなくてね、キキョウが欲しかったね、正直。確か初期でジャンプ SS じゃなかったっけ？テクニック、ジャンプ、スピードがもう最初から高くてね、まじ完璧なゴールキーパーなんだよ。だからまあもしかして、まあ金、移籍余ったら、キキョウを取ろうかな、って思ってます。白が上がるね。これをちゃんと彦坂が決めると、ナイスゴール。5対0。ちょっと交代もしていこうか。悪なら、スタミナないんで、ちょっとね、このオフシーズン中に結構育てたこの本丸をちょっとね、見てみたい。まあ、ちょっと、誰か変えてあげようかな。堤、七子、龍崎。じゃ、堤変えてあげようか。はい。あと、まあ、後ろ3枚のどっちかをちょっと神山に変えようかな。黄色でいっか。はい、変えます。お、3枚以外だね、もう。交代はね、できるうちにしとかないとね、このゲーム本当に最後まで交代できなくなっちゃうってこともあるんでね。まあ、こっからはね、あとまあ、本丸がどれだけやってくれるかに、ね、結構俺はちょっと注目してる。結構強いんだよ、本丸も。くるみよりもしかしたら点取れるんじゃないかぐらい、ね、存在だと思ってんだよ、能力値的に。まあ、今後ね、育っていったら。俺がいい対応した。アウェーね、去年ね、もうほぼ失点してたんで、この失点でできたら大きいよ。クリアでよ、クリアしてよ、クリアしてよ。うまい、走ってるぞ、パス出してやれって。お、いい、通るか？いや、通った。いや、まあ、かませない。いや、オッケー、スローインですね。あ、ロングスローだね。堀が、絶対の取れない。いやー、これでか、おいおい、1位出てこいって。お、クリミ、なんか取ったぞ。上がるね。クロスに、これはちゃんと浮き津が、オフサイドか。まあまあ、オフサイドならしょうがないってことにしとこう。ミスター交代はできないね。クルミのサイドチェンジから龍崎が上がって中に、もう一回クルミ、これはきつくないか。彦坂のね、ハットトリックも一応ワンチャンあるからね。あ、でも時間的にもう終わりか？お、取った。これはもう、最後、中に上げてもいい。そのシュート、なんか中途半端じゃないか？まあ、はい。で、5対0で、勝利。やった。圧勝だね。まあもう、リーグ戦はもう敵なし状態になってもらいたい。はい。で、なんかトップロード何でも5-0で勝ってんだけど。フォルティール浜松どうした？え？ちょっと待って。フォルティール浜松どうしたの？これ。なんで、トップロード成田に0-5で負けてるんだけど。もうちょっと俺笑っちゃうわ。はい。じゃあ今回はこれで終わりかな。はい。じゃあね、一応次回の動画は、で、またバクラワとやんのかよ。はい。ってことでね、はい、次回は、まあ去年、グループリーグ一緒で1位だったバクラワとの、対決です。ご視聴ありがとうございました。